ピンタゾウガメは、爬虫高カメ目陸ガメか南米陸ガメ属に分類されるカメの一種。2007年の TTWG や過去のレッドリストでは、南米陸ガメ属のガラパゴスゾウガメのアシュシャラノアデス、ニヒラ SSP、アビングダニーとされていたが、形態と遺伝子変異の解析に基づき南米陸ガメ、属の単独の種シャラノアデスアビングダニーとして、扱う意見が主流となっている。 最大高頂98センチメートル。廃校は細長く扁平で、倉型。廃校の前縁は顕著にめくれ上がる。倉型の廃校は高い位置にある植物、特にサボテンの果実を食べるのに適しており、オプンティア属のサボテンを主な食料としていた。ガラパゴス諸島のピンタ島に分布していた。生息地のほとんどは、 標高の低い乾燥した草原や低木地帯だった。イクスティンク t 1975年にワシントン条約付属書 I に掲載された。ピンタ島に生息していた本種の数は生態でおよそ約2500頭だと推定されている。だが、19世紀半ばから食用の乱獲により生息数が激減し、また1959年に 人為的移入されたヤギによって植生を破壊されたことで絶滅したと考えられていた。だが、1971年にオスの一個体が再発見され、ロンサム・ジョージと名付けられチャールズ・ダーウィン研究所で飼育されることになった。1998年から2003年にピンタ島で最終的なヤギ撲滅計画が実施されたとき、島全体で ガラパゴス国立公園のレンジャーが活動していたものの、カメが生息していることを示す痕跡は確認できなかった。公園は2008年に最後となる大規模調査を行ったが、この時も甲羅がいくつか発見されただけであった。このように他の個体は発見されず、また保護されていたロンサムジョージの繁殖計画でも、子供が生まれることはなく、2012年6月24日に、 ロンサム・ジョージが死亡したことで、本種は野生絶滅から絶滅へと保全状況評価が変更された。イサベラ島北部のウォルフ火山周辺で本種の遺伝子が50%を占める一代目の主観雑種と思われる個体が発見されたものの、2016年現在では純粋な本種は再発見されていない。ピンタ島では生態系を再生させるプロジェクトが実行中であり、 その一環としてこの雑種を繁殖させて、ピンタ島で野生復帰させる計画が進められている。19世紀には、捕鯨船などの船乗りが公開中の食料として利用していた。ありがとうございます。